ソウル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 ソウソウル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 ソウソウル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 ソウソウル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 何お前かっこよくさらっと言ってんのってね、やめときましょうね、こんなの本当に。はい、はい、ということでどうもタックです。はい、コメント欄でよくね、お前無類のシャム好きかってよく書かれるんですけど、いやもう好きでしょ、もうこれ好きじゃなかったら何よ、これちょっと教えてほしいぐらいありますよこれ。はい、ということで今回ですね、募集企画ですね、タイトルにもあります、もしも戦国時代にツイッターがあったらで回答いただいておりました。もう回答がなんとね100件以上いただきました。なんで今回ね尺を拡大して紹介していきたいと思います。まあなんで今回優勝した方はねかなりセンスがあるということですね。なので早速ですが、なぜピーツ綾部が早くハリウッドに行かないのかっていうのを討論していきましょうか。時間の無駄ですね。それではやっていきましょう。戦国時代にツイッターがあったら1人目、匿名希望と、これがホトトギスだっていうところですね。はい、うまいですねこれ。唯一この方でした、このアイコンいじったっていうのはね。次いきましょう。ペンネームオンモラキ、セノルキツイートドン、秀吉くんとスタバナウって、若干インスタグラムですけどね、これ思いますね。次いきましょう。ペンネーム君の名はのぞみ、いいねの代わりにあっぱれというボタンがあると。わかる、わかる、これいいですね。なんかいいねをいじったのもこの方だけだったんで、はい、紹介させていきます。次、ペンネームアナルスナイパーヨシオって、これペンネームちょっとどうにかなんないですかね。ドン、キリスト教バズらねえかなとこれしっかりと世界的にバズりましたよ言うてます。次行きましょう。ペンネーム駆け込んだトイレが毎回清掃中、これ全体2回目ですね。で出たー、戦帰りで戦仕掛けてくるやつってめっちゃおもろこれめっちゃおもろ差し上げます。はい、かかってますね、かかってます、かかってますよこれ、素晴らしいでございます。次、ペンネームブルドッグは雷を聞くと目ん玉を落とすことがあるって、へーって、いや長いのよ。ツイート、泣かぬなら何このホトトギス、ずっと向こう向いて無表情なんだけど、ウケるっておもろちょっと JK っぽいやつね、おもろ差し上げます。すごいいいですね。次行きましょう。ペンネーム寺田邪神くん名前よ。織田信長ツイート、光秀に裏切られた、超信頼してたのに、うちのことはもうどうでもいいんだって、もうマジ無理、自害しようって、メンヘラ信長。おもろ、はい、いいですね、差し上げます。はい、ツイッターネタもかかっておりますね、これ上手です。はい、でなんかこの一番織田信長明智光秀のね回答が多かったんですけどね、やっぱりこんな感じでこうひねったやつが選びやすいかなっていうところですね。なんでこれそれを踏まえてね、ちょっと次いきましょうか。ペンネーム僕の初体験は妹、全体で6回目ぐらいですね。織田信長ツイート、本能寺ナウ。ペンネーム大犬のふぐり、3回連続ですね。武将ほのか全部個人的な意見です。自分は不器用で苦手なだけで他の人への殺傷ではないです。私が兵力低いだけなんやけど、このちょんまげもアイロンもめんどくさいからあげてるだけやし、この刀も家にあったからつけてるだけ、鎧もそんなおしゃれとか考えられへんし、後継ぎとかもおらんし、いろいろあるし、このツイート共感してくれた人ほのかの仲間って、これ大好きなんですけど、めっちゃおもろめっちゃおもろいなんかさ、以前僕の動画であのコラボしろっていう企画をやったんですよね。でその時の動画でリスナーさんがほのかさんとみそのコラボしろって言ったじゃん。もうその1週間後ぐらいですかね、ほのかさんがツイッターでみそのさんからサインもらったっつってあげてたんですよね。本当にコラボしてたっていう話ですよ、本当にひっそりと発生してましたからね、これマジ小1時間ぐらい僕笑いましたもんね、はい。この辺にしとかないとまた怒られるんでね、次行きましょう。ペンネーム匿名希望、伊能忠敬ツイート、速報、俺持ってないポケモンいないっていうのを差し上げます大喜利って感じでいいですねこれ、もうザ大喜利です。はい、次行きましょう。ペンネーム家畜後輩、足利義満ツイート、金閣寺燃えたわ、画像ありドン、工事や、うん、コードネーム810やお前、燃えますねじゃねえよ燃えますねじゃないのよ本当にこれは工事ですから。じゃあラストいきましょう。これもペンネーム匿名希望です。ドン、大名行列ナウってわかるってこう盗撮ね、わかる、これ絶対ありますよね、これも上手ですね、ザ大喜利です。はい、というわけで今回以上になります。たくさんおばありがとうございました。次回皆さんよろしくお願いします。では今回のねリスナー賞発表も早速いきたいと思います。これ悩みますよね、今回本当悩んだんですけども、今回はペンネーム駆け込んだトイレが毎回清掃中で出たー、戦帰りで戦仕掛けてくるやつーって決定したいと思います。はい、もう本当みんな僅差なんですけど、この長さとワードチョイスがねこうシンプルで良かったかなと思います。そこにかかってるっていうところで、選ばせていただきました、おめでとうございます。1500円 Amazon ギフト券です。はい、というわけで今回以上になります。それではねまた次回のトークテーマを、エンディングで発表しておりますんで、チェックお願いします。ご視聴とご応募ありがとうございました。おやすみなさい。